俺も最近本当あの緑のスーツが入らなくなって、うん、もうやばいと思ってやってるじゃない、うん、でこう最初の時はなんかこういろんなもの食べてたけど、うん、なんかねちょっと慣れてきて、でもお腹いっぱいになりたいわけ、もうすごくお腹いっぱいになりたいの。だからじゃあどうしようって言ったら、もうサラダのなんかもう一食分のやつあるじゃん、うん、あれを買ってレタスとなんとかなんか紫のなんか、うんうんうん、葉っぱのやつみたいな、うん、それが入ってるやつを買って、うん、で貝割れあるじゃん、うん、40円ぐらいの貝割れ、はいはい、あれ一房パサッと切ってバサッと入れて、肉なし肉なし、え、辛い。いやで きゅうりをパコッと一本切って入れるとすげえお腹いっぱいなの。やっぱそうなのかな、私の中でお肉、まあ、何食べても太らない気がする。いや違う違う、揚げたらゼロカロリーじゃないからね。いける気が。でも実際それで今日50キロ切ってた。嘘、ダイエットしてないんだよ別に。そんなにめっちゃ食べてません。そうだね、50キロ切ったの一瞬。多分戻るけど、多分今日のお昼で戻るでしょ。戻るけど。女子プロの方の体重って公表されてるんでしたっけ。え、でも大体プロフィールに何センチ何キロみたいな。あ、キロ書いてますよ、そういえばね。いちいちね、変更したら買えないじゃないですか。でも、あかねちゃんは、はい、あ、飯島プロは、まあ、どっちでもあのプライベートなんで、あのそう、まあ、細い方だもんね。僕も細いイメージ、細い方しかないですよ。去年の写真見たんですよ、7月ぐらいのパンパン。今のその体重のお話っていうか食事の話はその、はい、美容の話なのかそれともアスリートの話なのか、どっち側の話だったんですか今。美容の話。美容ですね。アスリートで1年間戦うには、はい、私のトレーナーさんは基本ストレスになるから、はい、私の場合そんな体重が重たい方じゃなかったから、はい、好きなものを食べていいよって言われて。あ、すごい。え、それすごいね。好きなもの食べていいっていうのはすごいね。で、なんかちょっと炒めたりとかしてるときに甘いもの取るとこうね、良くないとか、はい、治療してるときは良くないとか、うん、まあ、胃が調子悪いのに、うん、がっつりは食べられないから、じゃあうどんにしてくださいとか、うん、そういうのはありますけど、うん、基本そういう不調も少ない方だったから、うんうん、生ものとかも結構好きで、うんうん、みんな当たるから食べない人とかもいるじゃないですか、うんうん、自分の体調と相談しながら、私は結構試合前でも生ものを普通に食べてたし、久々ですね。いや久々。どんなスイングするのかインスタしか見たことないから。いやあれも何回も撮り直しました。でもなんか指摘したいところはいっぱいあったような気がする。指摘してほしい。あほらやばい、本当だ。これもう体なんか動くわけがない。そうです、年齢もやっぱ言ってくると大変です。じゃあ、いやこれよろしくお願いします。お願いします。ドライブここ叩いてますからね。ちょっともう一回打たせてもらっていいですか。え、もう一回、今のはなし。ちょっとカメラ止めてください。じゃあ私打とう。じゃあ止めてもらって。今カット、今カットです。カットしました、カットしました。今の何ですか。おっしゃる通りです。体が真っ、でも顔とかこの体の雰囲気は行くぞっていうのは出てました。ただ体がついてきてます。やっぱりな、あそこですよ、見えてますから。150ヤード。え、打たないですか。あ、じゃあ僕打ってもいいですか。じゃあ、もう一回。え、これなんかバリガンルールとか出てきたけど、ブリガン、ブリガンなかったことにしてますね。試合だと絶対ないです。ありえないですけどね。今日はレッスンなんで、レッスンなんで、どうぞもう一度。こんなのやっぱりな、10分前とかダメですよ。いや、本当ですよね。いや、ちゃんとね、来てね、ストレッチやってしないと、それは無理ですよ、これ。だって、さっき肉食ったばっかですよ。その後、抹茶のラスク。そうですよね。
ね。それは無理ですよ。よし、行きますよ。はい。やばいよ。擦ってる割にはやっぱ飛んでますよね。擦ってます。え、もういいんですか。グリップがすごい気になる。あ、待ってます。左手のグリップが構えてもらっていいですか。え、そうでしたっけ。結構ウィークに構えるから左、うん、もうちょっとストロングにした方がいい。2個、拳が2個ちょっと見えた方がいい。これやりすぎですけど、これ1個2個じゃないですか、うん、3個いかないぐらい見えて右手添えるぐらいの方がいいと思う。中尾さん当たってない割に結構飛んでる。めっちゃこすり玉ですけど、お願いします。お願いします。よいしょ。ありがとうございます。完璧。おお、いいですね。これやりすぎですけど、はい、これが2個ちょっと見えた方がパワーが出やすい、はい、で添えてあげるだけの方がこう後ろにも引きやすいので、こうウィークだとこうなって後ろに引きづらい状態になっちゃうから、はい、ちょっとストロングにしてあげた方が手も返しやすい、こう肘が折れやすかったりとかするから変えた方がいい。これグリップもこれ慣れですよね。慣れ、もう練習場でひたすらあの握りになってるかどうか確認ですよね、きっとね。そうです、そうです。コースでやろうというのは結構難しいですけど、うん、確かにね。10分前でやってる、うん、ただもう今ので身についたんで。いや本当どうですか、わざとミスショットはする感じ。さすがですよ、さすがですよ。さすが。いや、わざとですからね、もちろん。次が、それは視聴者のために。それはそうですよ。皆さんこんにちは、プロゴルファーの飯島あかねです。ゴルフネット TV で私のレッスンをやっています。ぜひ見てください。